ファーム富田さん、こうなってるんですね。こう広大な土地にお花畑。まあ私の頭の中も若干こんな感じなんですけども、お花畑で、うん、なかなかね見応えのあるところじゃないですかね。いや北海道どこ行っても結局このお花畑見るしかないみたいな感じになってきましたけども、あと映画のロケ地か。まあまあでもそれがね旅ですから、しっかり旅を楽しませていただきます。行ってきます。